共産党が大炎上、イージスシステム搭載艦を批判で、6日に共産党の秋山萌さんが政府が導入しようとしているイージスシステム搭載艦について、このような暴言を吐いてしまい、批判が殺到し、大炎上してしまっております。こちら、まずイージスシステム搭載艦は、弾道ミサイルなどの迎撃を担当する予定であった陸上型イージスの代わりに導入されるものであり、 G の声でも当初は陸上型イージスの方がコストパフォーマンスが良いと考えておりましたが現状、日本がいつ侵略戦争の被害に遭うか分からない状況となってしまっておりますので少し高くとも敵に攻撃されにくいイージスシステム倒産会の方が適していると考えております。例えば、現状、奈良妻の国家のロシアに侵略されているウクライナは、 ロシアのミサイル攻撃から身を守るために対空ミサイル防空ミサイルシステムが欲しいと懇願しておりますがこのイージスシステム搭載艦はまさにそのものでございますので一日でも早く日本においても導入する必要がございます。また、で撃るるだけけは一方的に攻撃され続けるため、 反撃する能力も必要となりますが共産党にはこれ以上ですねならず者国家を侵略者を利するような暴言を吐かないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました